今回は青色申告の論点についてお話ししたいと思います。所得税の確定申告の方法には、青色申告という方法と白色申告という方法の2つの方法があります。正確な表現ではないですけれども、試験対策上は、青色申告はきちんと帳簿をつけて確定申告する方法で、白色申告は 基調を手抜きして確定申告する方法だと思ってください当然税金を取る国としては青色申告で申告してほしいので青色申告をする人にはさまざまなメリットが与えられていますただし全員が青色申告をすることができるかといえばそうではなくて特定の所得がある人に限られますそれが 不動産所所所得得得とと事業所得と山林所得のいずれかですですから給与所得しかない人などは青色申告をすることができませんきちんと帳簿をつけることが要求される事業を営んでいる人が対象なのだと思っていただきたいんですが3つの所得の頭文字をとって「富士山は青い」と覚えてくださいちなみに 損益通算の対象となる所得の組み合わせと似ていますから混同しないようにしてください損益通算の対象となる所得は不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです富士山上で出会うプラス3とマイナス3というごろを紹介したと思います話を青色申告の論点に戻しますと 不動産所得と事業所得と山林所得のいずれかの所得がある人が新たに青色申告をするためにはその年の3月15日までに税務署に届け出をする必要があります。なので3月16日以降に事業を開始したらその年は青色申告できないのかといえばそんな無限なことはなくて1月16日以後に新規に業務を開始して その最初の年から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2ヶ月以内に届出をすればいいことになっています。また、青色申告はきちんと帳簿をつけることが要求されますから、大抵の帳簿は原則として7年間保存しなくてはいけないこととされています。青色申告者には様々な特典が用意されていますが、 テキストや画面にあるものはすべて学習済みですからピンとこないものがあれば復習しておいてください青色申告特別控除は貴重の手間を経費とみなすもので青色事業専従者給与は身内に払った給与を必要経費にするものですその他損益通算後に純損失の繰り越しや繰り戻しができたり 減価償却を行う際などに優遇される制度があります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。